浜尾四郎浜尾四郎は日本の検事、弁護士、探偵小説家、詩作、貴族院議員。戦後の番では浜尾四郎表記が一般的である。作家活動は実動足掛け6年に過ぎず、作品量は長、単20編に及ぶだけであるが、戦前派作家として一することのできない足跡を残している。東京市郡島地区に断尺で、 医学博士の加藤秋丸の4、男として生まれる。東京高等師範学校附属小学校、東京高等師範学校附属中学校を経て、第一高等学校に進学。1917年に一校を卒業し、翌年東京帝国大学に入学する。在学中に、水密院議長にして、元東大総長、文部大臣の浜尾新施爵の娘、三沢と結婚。 向こう良となる。1923年、東京帝国大学法学部を卒業する。演劇と犯罪心理を分析した研究所を多数表す。1924年、東京区裁判所検事代理を命じられる。この時期、探偵雑誌、新青年の依頼で、落語と犯罪、犯罪落語校などのエッセイを発表する。1925年、 死者を執着する。検事に任じられ、東京地方裁判所兼東京区裁判所検事局に勤務する。1928年、検事を辞職し、弁護士を開業する。1929年、彼が殺したかを新青年に発表して、探偵小説デビューする。これは、横溝正子の誘いによるものだった。殺された天一望を改造に発表。 悪魔の弟子と黄昏の告白を新青年に発表する。以降、毎年作品を発表した。1933年、書き下ろし長編、鉄砂殺,殺人事件を刊行する。同年、貴族院議員に当選し、以後は創作活動が停滞した。1934年、平家殺人事件の連載をオールクイーンで開始した。しかし、元来巨弱体質であり、 翌年脳一血により39歳で急死した。長編、平家殺人事件は未完となった。没後の1936年、浜尾史郎随筆集が刊行された。祖父は、東大総長、貴族院議員などを歴任した、教育課の男爵加藤博之。コメディアンの古川六波は実定である。子に、海軍士官の浜尾誠、東宮侍従を務めた、浜尾実。 カトリック教会数奇教の浜を踏みようがいる。趣味が広い上に多方面の才能に恵まれ、落語、演劇の通であり、洋楽の造形が深く、清本は名取で日本麻雀連盟の総裁でもあった。当時、本格派探偵小説を後押ししていた江戸川乱歩とは親しかったが、ユニークな点として両者は主導に関する歴史的研究をも手掛けており、その面の著述。 考察でも進行が深かった。乱歩と同じく若い頃から髪の毛が薄く30代ですでにツルツルのハゲ頭だった。横溝正史の白文館大社の激励会ではおでこがピカピカという森下ウソンと並んで乱歩、浜尾の3人で参考を揃った交際陸離などと言われた。日本の探偵小説会でも珍しい上流階級の司法専門家であり、 その法律知識を生かした質の高い本格、探偵小説作品をものしたことで知られる。浜尾は短編ではその多くで、テーマとして人が人を裁くことの限界を真摯に考察しており、優れた作品を残した。特に、天一棒事件を裁くことになった、大岡越前守の立場から、裁く者の限界を厳しくついた短編、殺された天一棒は、 戦前日本の探偵小説の中でも屈指の終作に挙げられている。浜尾は本格探偵小説の独自性として犯罪の発見被疑者の後陰名探偵の登場非常に論理的な推理に基づく捜査開始最後にその結果として真犯人暴露と定義付け多少のバリエーションはあっても真の探偵小説はこの公式を出ない言いられないとした。浜尾の持論は S.S. バンダインの、ベンスン殺人事件に出会うことで格好たるものとなった。浜尾は、誠にドイル、バンダインの二人は群れをなす探偵小説作家を、遥かに抜くアルペンであるとし、バンダインの、無類なり知的小説を商用。私のごときは、一生の中、バンダインの著作の一つに必すべきものを一つ書いても、それでもいいと思っていると述べるほどの心水ぶりだった。バンダインに触発された。 浜尾の長編本格探偵小説執筆の念願は、1931年に発表した殺人鬼でついに叶った。元、東京地方裁判所の鬼検事の私立探偵、藤枝慎太郎がもう一人の名探偵、林田映像としのぎを削って、推理闘争を繰り広げる。この作品は、評判となり、以後、大衆の求めに応じて、 活劇調の通俗探偵小説が氾濫する傾向にあった昭和初期の時代に論理的な本格探偵小説を追求した先駆者として後世から評価される存在となった。検事だった浜尾を文筆家として新青年に引っ張り出したのは当時編集部にいた横溝正子だった。きっかけは小坂井吹きが手紙で横溝に浜尾が非常な秀才で かつて定大の総長だった浜尾真の養子師で死者にして賢事でしかも探偵小説について深い造形と関心を持っているとして何かしに書いていただいたらどうかと教示してきたことからだった。横溝は浜尾の作品は未読だったが当時は探偵小説といえば一般から部別の目で見られていた時代でそういう時代だからこそ 浜尾のような肩書きを持った原色の賢治を探偵小説団に引っ張り込むということが探偵小説に対する一般の認識を高めるために有効なのではないかと考え1927年から1929年頃のある冬の夜に早速原稿以来に牛込の高級住宅街にあった浜尾の邸宅を訪ねた。横溝は浜尾について死尺や賢治という肩書きから いかめしい存在な人物を想像して密かに恐れていたが、そこに出てきたのは、鶴のごとき送信をいたって無造作なは服の着流しに包んだ存在とはおよそ正反対のいたって愛想の良い紳士で、とかく人見知りをしがちという横溝もすぐくつろいが、気持ちになり、今一時間も話し込み、これほど、座談のお上手な人も珍しいのではないかと思ったという。 横溝はその時、浜尾から一時塞いりについてのトリックをいくつか教示してもらった。横溝は感心したが、深い法律的造形が必要と思い、浜尾にこのトリックを使って作品を書くよう進めた。横溝は、後にクリスチーのスタイルズの怪事件にそのトリックがうまく使われているのを読んで、今更のように浜尾さんの探偵小説的センスに、 敬服したものであったと語っている。この時の依頼で、浜尾が書いたのは、落語における、探偵趣味という風な随筆だった。横溝が浜尾と直接会ったのはそれきりで、他の雑誌に移ったため、それ以上親しくするチャンスを失った。後に、たとえ時期を隔てても、同じ本格探偵小説に簡単を砕くようになった。二人なのだから、もっと深く形外に接しておくべきだったと。 今にして思えば残念でならないと浜尾を忍んでいる。この初対面時に浜尾は横溝に小冊子台の跡地の瞬本を見せた。それは多数の男たちの一人の女に対する集団、豪姦を描いた世にもえげつない場面の連続で筆チからすぐ攻めの研究家として有名な棒画伯を連想したが、エロを通り越して黒も良いところで当時20代の横溝も 瞬情をそそられるどころか腹の底が固くなるような苦労シーンの連続だったという。実はこれは検事である浜尾が事件で押収した物件で新青年から若い記者が来るからと反応を試そうとわざわざ持ち帰っていたものだった。横溝が腹の底を固くしながら負け惜しみも手伝って最後まで見終わるといたずらっけの強い検事先生はその小冊子を取り上げ、 ひどいですねと言いながら、まるで優しいメフィストフェルスみたいな顔をして、ニコニコと笑ったものであるという。映画化やテレビドラマ化された作品は、極めて少ないが、1980年代に土曜ワイド劇場で代表作の殺人鬼とテ砂殺人事件がドラマ化されている。日本とも片岡高雄が探偵の藤枝慎太郎役を演じており、 主要キャストに重厚な性格俳優を起用して、原作を忠実に映像化しながら、原作の弱点を修正した巧みな脚色で、推理小説愛好家から非常に高い評価を得ている。探偵小説40年作中で、バンダイン、グリーンや殺人事件、フィロ、バンスの名が品質する、浜尾さんの思い出、浜尾素人春本。ありがとうございます。